国で。さあ、さあ無事。おお、よしも出てた出てた。さあ、ってことでね、さあ着きましたよ。一宮ですね。愛知県のね、一宮に着きました。さあね、今日はね、まあ私見てね、一宮はね、住んでたことがあるんですよ、一宮市ね。そうそう。愛知県で一宮といったら、もう当然ね、一宮市ですから。ただね、ちょっと私の思ってた一宮と、あれ、なんかまあ住んでたのも10年近く前ですからね。あ、10年でだいぶ変わったですね。前はね、名鉄の駅やったんですけどね、なんかね、隣のね、豊川っていう駅までは、あの横にね、名鉄も走ってたんですよ。なんか、こっちの方は名鉄、あれ、なくなっちゃってるんですね。あれ、そっかそっか。あれですね、あの看板は多分書き間違えてたんでしょうね。あ、駅の看板はね。そうそうそう。だって、一宮ってなってましたもんね。ほら、一宮神社とかあります。あれ、真澄神社だった気がするけど、なんか、戸賀神社ってなってる気がしますよ。まあ、気のせいでしょ、気のせいでしょ。おかしいな。なんか、おかしい気がしますね。でも、これ、一宮ってなっといてたの？一宮ってなってますけど、豊川市？おや？おかしい。あ、うふふ。あ、じゃあ。あ、これは、もしかして、やってしまいましたか。そうですね、やってしまいましたね。そうです。ここは、愛知県豊川市の三河一宮駅ってことで、ね、そうなんですよね。実は、愛知県には一宮駅っていうのが3つありましてね、名鉄の一宮駅と、JR の尾張一宮駅と、そして、同じく JR のこの三河一宮駅っていうのがね、実はあるんですよね。ですので今日はね、あ、これね、やっちゃいしました。間違えちゃったということですね。やってしまいましたね。まあ、一回来てみたかったんですよね。前からね、あの、路線図とか見とった時にね、この一宮駅って何なんやろうなって気になってたんでね、来てみたかったところなんですよね。まあ、実のことを言うと。いやー、間違えてしまいました。ということでですね、今回はですね、もし、愛知県一宮市のね、尾張一宮駅と、三河一宮駅ね、この駅を、間違えてしまった時のためにね、快適な移動方法とかね、三河一宮駅でね、どこ回ったらいいのかとかね、そのあたりとかね、いろいろとね、見ていこうと思いますよ、という、まあ、いつものごとくの茶番でございます、ということですね。ついでに、せっかく三河一宮来たんやから、あ、名所案内あるじゃん。ちゃんと駅の構内にありますね、名所案内が。お、これいいじゃん。名所、そうですね、戸賀神社ってことで、これが三河の国のね、一宮ってことで、あの、尾張と三河がね、くっついて愛知ですんで、三河は三河で言えば一宮がありますよってことで、それがこの戸賀神社ということでございますね。で、ここ7本は近いね、ほんと結構あっさり行けるみたいなんで、まあ、せっかくですから、ちょっと戸賀神社、お参りしてきましょうか。これでもう三河一宮駅の構内の名所案内も完了ですよ。私はもう順調。じゃあね、行きのね、分はこれでね、無事に乗ってきましたんで、これでね、ちゃんと入れときましたね。ストンと入れといて。これで行けるみたいです。で、もう、ほんと近いんですね。通りで1本なんだ。ね、三河一宮駅から歩いて7分で行けるみたいなんで、このまま、じゃあ、戸賀神社ちょっとお参りしていきましょう。参道とかどんな感じなのかな。こんな感じなんですね。タクシーなんかも待っててくれてますね。結構歴史ある感じですね。いいですね。よし。飯田線も言うて古いですからね。この辺りは、看板は後から書き換えた感じかもしれませんけど。あ、JR だから建築物の年代書いてないかな。あ、書いてある。騎士官が昭和13年。あ、古いわ。ああ、からのやつらしいですね。ちなみに、ここから、
名古屋までしか帰ってないですね。さすがに、一宮から、三河一宮から尾張一宮に行くと、そうなんやろと、いうことらしいですけど、まあ、ちなみにね、先に簡単な、ルートだけを言っとくと、豊橋からね、乗り換えて、そのまんま東海道線でね、岐阜行きとかね、大垣行きに乗ってしまえば、新快速でそのままスッと行けるんで、全然そんな遠くはない感じなんですけどね。さあ、まあ、今回帰りはまた帰りでちょっと一癖あるルートで行こうと思いますよ。っていうのはね、まだ裏技が残ってるんですね。この切符実はすごい裏技が残ってるんですよね。そう、それをねやってね、一宮までね、まあ、とにかく三河一宮から尾張一宮に行くことがあったらこれを見れば大丈夫っていうのをね作っときますから。はい、ということで、まあ、まずは戸賀神社行ってみましょう。私もね戸賀神社行くのは初めてです。うん、ここから行ったらいいのかな。ここが参道なのかな。あ、それっぽい森があるけど、もうそんな近いの。あ、でもほら一宮会館とかありますよ。これ全然一宮、ね、そうそう、全然一宮も何も嘘は言ってないわけですよね。あ、ちなみに、あ、残ってた残ってた、これ一宮町ってなってますけど、もともとはここ、三河郡一宮町でしたっけ、豊川郡ってだったっけな。要は一宮町っていう町があって、実はこれ一宮市があった時から一宮町ってのがあって、同じ県内に同じ名前の町と町があるっていうね、状態だったわけです。まあまあないわけではないですけどね、越前市と越前町とかね、あと同じ町名が北海道とかだったらなんかあったりしますよね。あの読みが一緒とかねはありますね。森町でしたっけ、ありますよね。だってよしとかね。さあ、そんなことも置いといて、さあ順調に順調に行っておりますけどね。よいしょ。本当にすぐみたいだから、あ、もうあれか、見えてるのか。そうなのか、これは今までの名所案内完全制覇の中でというか、多分歴代最楽、いや、こういうのです。駅前に書くべき名所案内のあるべき姿をこの三河一宮駅は示していると思いますね。これは素晴らしい、うん、あ、しかしちょうど今日晴れ間が出てよかったですね。最近ずっと暑かったですからね、雨が降ってましたからね、まあ、ですのでその間に動画編集をずっと済ませてましたけど、うん、これ楽だな。よいしょ。あ、ちなみにあれ名古屋からの往復でしたけど、あれ、何でしたっけ、新城、新城本庄、往復切符みたいな名前だったと思いますけど、こっちの方を初駅にして買うこともできます。その場合はね、多分新城駅とかでないと買えないのかな。ちょっと帰る駅は、ちょっと限られてるみたいですけど、よいしょ、往復で、その割引になるよっていう切符が、同じ値段ですね。こちら側から名古屋発で乗る場合と、切符の名前が要は往復切符なんで、往復行きと帰りが、指定されるんで、別の切符、企画乗車券という扱いにはなってますけど、同じ価格、同じように使うことができますよというのもありますということですね。あ、言っとったらもう本当は戸賀神社だ。近いなぁ。